以前オンラインサロンについてぶちめきけた、便秘すっきりデータぐらいの解放感。実際オンラインサロン入ったこともない。今後入るつもりがない。えー、オンラインサロンに搾取されているバカ会員でも、お前らが必ず成功するたった一つの方法を教えてやろうか。今すぐサロン会員解約は買い払ったつもりで貯金しろ。お前らの貯金額が成功の私だ。オンラインサロンもスパチャも同じだって、アードーカ暇人の言葉遊び、吐き出す場所をありがとう。えー、とあの、ね、オンラインサロンね、一部成功してる人もいるんですよね。正確に言うと、あの、そのオンラインサロンを開催してる人じゃなくて、 あのオンラインサロンの中でいいポジションを取れる人っていうのもいるんですよね。あの、ある程度大きめのオンラインサロンになると、まあ今はコロナ禍でやってないんですけど、大体定期的になんかイベントやるんですよ。なんかこういうイベントやるよみたいな。 で、そういう時に、まあ、みんな基本的には、その、なんか、あの、大学生上がりみたいな、体力と時間はあるけど、特に何のスキルもないです、みたいな人なんですけど、そういうところに、あの、イベンターの会社やってる人が入ると、そのイベンターの会社を通して、そのオンラインサロンの仕事が動き出したりするんですよ。要は、オンラインサロンでやりたいですって言っても、じゃあ、その会場を抑えるとか、じゃあ、その、チケットピアとかでチケット手配するとかっていうのが、ある程度、ちゃんとした会社を通さないとできなかったりするんですよね。 でそのなんか、オンラインサロンです芸能人ですって言ってもそこら辺の下回り分かんないので結局どっかのイベンターに頼もうっていう時にそのオンラインサロンに入ってるイベンターに頼んだ方が、まあ、あのメンバーの顔とかやりたいこととかも分かるから使い勝手がいいよねっていうので割と仕事の受注がしやすいっていうのがあってなのでそのオンラインサロンの中でイベンター業をやってる人でオンラインサロンからの仕事を受けてる人っていうのがちょこちょこいたりするんですよ。 っていうのがあるのでうまくオンラインサロンをその自分の仕事を増やすっていうので利用してる人もいるのでなので全員が全員そうしてるわけではないと思います。